本日は、朝倉未来選手が西谷大成や水木さん関係で怒り、次に堀口教授プロデューストップブライトの試合模様についてです。朝倉未来選手に見出され、ゆラー選手と共に切磋琢磨してきた西谷大成選手、キックボクサーの山口選手を KO 仕切るなど、衝撃の結果を見せるなど、ブレイキングダウンでの経験は決して無駄ではなかったことを証明、ゆラー選手との対戦が決まっているものの、自身のチャンネルでプロ MMA の試合が決まっていることも指していました。しかし、年末から、 情緒不安定さをファンからも心配されており朝倉未来選手からも大晦日の次の日というかその夜中かリックとんたちと飲んでると言ったから俺も行ったら西谷くんも来てそしたら西谷くんがいきなり途中で泣き始めたんだよね西谷くんが俺も試合してんだよとか言って何であんな雑魚が試合をして俺ができないんだよってだいぶ闇痛になっていましたと暴露さらに闇痛度は加速しブレイキングダウン対戦カード発表後にはごめんだけど優楽に勝ってみくるさんと戦う 派手に勝ったら考えてもらわないとこの試合の意味が俺にはない負ける覚悟をして勝ちにいく2024は俺が盛り上げるとまさかの朝倉未来選手に対戦要求 JTT で練習や YouTube コラボもしてきた中のアンポリケ選手、ヤーマンス選手に続き、ここで西谷選手が牙を向きました。前田明さんがヤーマンス戦後に、ブレイキングダウンでもミクルに挑戦するやつとか出てくるよ。そこでパタパタ倒せればいいんだけれど、KO できないと収集つかなくなるよね。と、俺なら戦えるのではと思う選手らが増えることを警告しておりましたが、その状況になりかけているようです。ただ、朝倉ミクる選手もすかさず、西谷くんが今話題の YouTuber、Dangerous Brothers にやられて、 出て,て倒れてるらしいみんな気をつけてと突如。 ついやいた後に、西谷選手は、熱出て,てるの分かってるくせに、今日も練習いないじゃんって連絡してくれるミクルさん伝わってますよ。言葉など外さなくても行動で悟ります。と、やはり対戦要求しただけに扱いがひどくなってることを告白。そして、朝倉ミクル選手も、映画もアイドルもすごいことになりそうだ。ほんで、西谷君の肘で足の指、ひび入ったくさい。許せん投稿。西谷選手も黙ってはいないとやり返したのかと思いきや、その後、西谷選手も練習でミクルさんに何度も顔の骨折られたけど、 俺は全然許します受け入れます感謝します練習しますと顔面の顔面の骨を折られたことも明かし暗殺していました朝倉未来選手といえば最近ではプロデュースしていたモデルの水木さんがサラリーマンとご結婚かつ妊娠もしていたということでファンからもモデルとしての仕事はどうするのかと疑問の声が上がっておりました個人的には朝倉未来選手水木さんの意向を大事にし結婚を許したのは素晴らしいと思いますがなかなか社長としては難しい判断であったと思います ぜひコメント欄で今回のご結婚へのご意見もおかてください。また次の日に公開した動画でもあまりにもアンチコメントが相次いだた,ため動画を公開そこではみゆきちゃんも俺が誘っただからみゆきちゃん悪くない年間契約も結婚もあり得るからということも事前に伝えていたので問題はないと社長として懐の深いコメントただ33歳の一般男性と結婚したことをすでに明かしておりましたが動画内では本当に周りの人が優しいだけですよと話を振られるとそ,れはそう ですよね大手の芸能事務所だったら大問題ですよ相手の人が一番どうなのかなと思ってますよだって挨拶も来てないんでねそこに関してはねまあ僕らの事務所ななんでで関係がないですよねまた相手への非難もあって結婚妊娠という順番ではなかったというのがよくないというのもあったと話を振られるとまあ,あそれはそうだよね相手もおりおり 年上なわけだし、挨拶くらい来るのが筋だと思うしい、付き合う時間も短かったんで、そこが心配だったんですけれど、これ以上の人はいないという強い気持ちを持っていたから、この動画を出すに至ったと説明していました。個人的にも今回開催の浅倉みくる選手、ポップアップも行きましたが、ファン対応を含めて素晴らしく、また最後は、水木さんの幸せを願うという姿勢も良かったと思います。ただ、そんなみくる選手に結婚前の挨拶に行っていなかったのには驚きました。ぜひコメント欄で今回の結婚へのご意見お聞かしください。 次にトップブライツの話題です。去年の大晦日に結婚発表。ライジンフライ級のベルトを取り。 最近では最後取っていないベルトを USC に取りたいと明言。これを受けて、ライジン、榊原代表も、競技者として USC にチャレンジしたいなら、止められないし、止めるべきじゃない。行けるなら行ってこいって感じです、と断言。続けて、2月早々にアメリカに行き、USC 挑戦を表明している堀口教授、朝倉会について、USC、ダナホワイトと話す、とかなり前向きになっており、今後、格闘技に邁進し、日本人初の USC 王者になることを期待されていました。ただ 大臣大晦日大会が終わった後はアニラと立ち上げたトップブライトの大会運営に奔走今回新竜選手との試合にこそ勝利したからこそ良かったものの試合直前なのにもかかわらず大会 PR も含めて朝倉未来選手とのコラボをしたりする姿に心配の声が上がっていました堀口晃選手も自分も大会をやりたいと思っていただから騙されてはいないただ運営がこんなにもポンコツだとは思っていなかったとインタビューで不穏な発言また大会直前なのにもかかわらず チケットが売れていないと物など一番人口が多い東京で開催せずに東京から2時間かかる集客が難しそうな群馬で大会を開催またブレイキングダウンでさえヨーロッパ対抗戦としてボブ・サップなどビッグネームが参戦した9回大会でさえも 会場規模が3200人の立川で開催しましたが、それを超える5000人主要のアリーナ大田で開催。チケット代も VIP 席15万円と高額なものになっており、本当に客席が埋まるのかと堀口選手が関わるからこそ成功に終わってほしいと思うファンからの心配の声が溢れていました。また、公開計量でもファンからトップブライツ計量、ラーメンぶちまける、これは斉藤豊、ぶち切れ案件ですわという声や、ブレイキングダウンかよ、堀口可愛さすぎるなと堀口 選手はトップブライトを開催した思惑として本物志向の団体を作りたい夢を持った子どもたちを集めていきたい出場してほしいのはもちろん強くて鼻のある選手でも最近の格闘技は口や SNS でバンバン言ってるやつが日の目を浴びていて自分みたいな喋りが得意じゃない人は注目を集めにくい自分の団体ではそういう喋りが苦手な人であったり年齢だけが過ぎちゃったような子にも手を差し伸べたいとの思いがありましたが第1回目から思惑と違うことが起きりたりもしま そんな大会でしたが、蓋を開けてみると、吉永選手含めた無エタ勢は全勝。 なお、今回注目が集まった、ワンのフェザー級で活躍した松島選手は、朝倉未来選手を苦しめたとされるダウトベック戦が決まりましたが、対戦相手について、左のパンチに強い自信を持っている選手だが、そこしかない。それをもらわなければいい話だし、それに対しての準備もしてきました。と、準備万端であったことを明かし、相手も4連勝。ただ勝てば僕が総取りだと思うので、連勝をしっかり止めて、僕はその部分を奪っていければと自信。そして、この試合に勝利した先には、昨年に続き、ロード2 u s c への 長を見据えたい判定では評価がつきにくいのでちゃんと自分のいいパフォーマンスを出してちゃんと完全決着で終わらせたいと USC との契約を目指したいと宣言していましたしかし結果はマスカの慶応負けダウトベックの強さを垣間見ましたまたメインになっても多くの観客とはならなかったのですが慶之助選手もブレイキングダウンなら群馬で開催してもそこそこ客ありそうと皮肉を述べておりましたなお堀内教授選手自身の 少々などでもブレイキングダウンは格闘技界に悪影響を与えていると発言朝倉未来選手を目の前でもよくは思っていないと発言したことに衝撃が走りましたが最近インタビューでは自分はブレイキングダウンのことが嫌いって言ってますからと改めて一刀両断ただ今後交わっていくことについては期待はあるでしょうね自分もなんだかんだ言って総合のトップ選手だし未来君もトップ選手じゃないですか その二人が協力すればいいものができるかもしれないですけれど視聴者が全然違うのでとしながらも浅倉未来選手との交流を踏まえて先にビジネスとかをやっているし向こうが先輩なわけですから吸収するものはあると思いますね吸収するものは現時世はまだ具体的には何もないですけれど関わっていけば出てくると思いますねと大会運営にあたり知恵を授けるなど助けてほしい場合もあると話していました青木選手も自分が偽物だと言ってるのと同じなんだよ俺たちこそ本物と言ってることこそ実は本 本物じゃないとブレイキングダウ,ウンを否定はしていないむしろあっていい昔で言うセーフティーネットじゃないかダメなやつの救いの場となっているあれがないとどこ行くの外で暴れられても困るあれに救われている人がいると思うだからあれはあれで悪いとは思っていないと理解を示すところの深さを見せていましたが今後堀内教授選手の団体とブレイキングダウンが交わるのか楽しみですぜひコメント欄で両者の団体の交流が盛り上がると思うか教えてください以上今回は堀内選手 の大会モードなどについてまとめてみました近々に明ける動画では今大会受けての堀内久里選手の注文活言に関する動画も公開予定ですのでぜひチャンネル登録してお待ちくださいまた今回の動画が良かったら評価ボタンを押してくださり通知ボタンもオンにしてくださると励みになります以上今回も動画をご視聴いただきありがとうございました